どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレールのガズでございます。本日はリズムのお勉強動画となります。よく動画のガズレレ動画の中でこのマーク出てくる、これシンコペーションマーク、リズムが周りスコーンと食い込んでくるってよくガズが言ってますけど、このシンコペーション大特集やってみようと思います。さあ、ウクレレって私にもできるからって、もしかしてそんな方見てる方、できますよ。超簡単にもう誰でもどんどんできます。やってみたい方ここにね行ってね、ウクレレ始めてください。ここの、その通りにやったらね、すぐできますからね。はい。で、一応一通りやってもらってまた戻ってきてください。はい。じゃあ今日はこのシンコペーションなんですけど、まずですね、このコード進行でやってみようと思います。これはだから C と F、ワンブロックで C と F で、まあ、F の前に矢印が書いてあるということですね。はい。じゃあこれを、まず最初の基本のコード進行ということでシンコペーションの分析をしてまいりましょう。いろんな弾き方でやるんですけど、まずね、説明するときに一番わかりやすいのは、まだ8ビートというね、リズムだと思うんですよ。ちなみに今日ね、出てくるリズムは、8ビート、8ビートのチャ、16ビート、16ビートのチャ、あとアルペジオ、ガズペジオ、レトロビート、疾走ビート、ルンルンビート、ボサノバビート、ボサノバビートの8ビート、16ビートってことですね。あと、レゲエビート。あと、カッティングの、8ビート、16ビート。山盛りなんですよ。そのすべての動画でこのシンコペーションを分析していこうと思います。そしてですね、まあまあさっきの話に戻ると、この基本のコード、まず1なんで、これ1のね、1パターン1としましょう。このコード進行を8ビートで解説するのが一番わかりやすいと思います。はい。そして今さっきザーッと言ったリズムなんですけど、一応ここに全部ね、弾き方のレッスンのがまとまってます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろという、いつもはガズが YouTube でも言ってますけどね、そこを見るといろんな弾き方のね、動画になってますね。まずそこでね、まず8ビートはちょっとね、マスターしてもらいたいなと思います。8ビートが分かってみると、そもそもシンコペーションっていうのは何ぞやっていうことがちょっとわかりづらくなっちゃうんで、8ビートを基本に説明していきます。じゃあちょっとまず C と F ということですね。普通に8ビートで、もし何の指定もなかったらどうなるかやってみましょう。こうなると思います。C、C、C、F、F。これがね、何でもない1、2、3、4というリズムですね。ワンブロック4回弾くわけですから。じゃあシンコペーションだったらどうなるかやってみますよ。C、C、F、F、F、C、C、F、F。これがシンコペーションなんですけど、うわ、難しそうって思った方、ちょっと待って。って感じなんですよね。だからじゃあ、ちょっとこれ見て、ワンブロック C、1個だけの8ビートやってみますよ。聞いててくださいね。せーの。膝入れて。じゃんじゃじゃつちゃちゃ。じゃんじゃじゃつちゃちゃ。これ散々やりましたね。2、3、4。1、2、3、4。3の時は、こう、間が空くから、リズムがよれないように、一回、慣れてない方は膝叩くといいよというふうにガズレレでも散々、この、お伝えしてるやつなんですけれども、このね、8ビート、ガズレレっていうところの8ビートっていうのは、もうすでに、シンコペーションのリズムなんですよ。このね、ガズの言ってる、8ビートの基本っていうのは、もうすでにこれシンコペーションだったんです。ちょっと見てて。じゃんじゃ、じゃ。このアップあるでしょ。じゃんじゃ、じゃ。この時にコードを変えるだけなんです。じゃあさっきの C と F のコードを戻していきましょう。ここで見ると、じゃんじゃ、この、ここのアップの時に F になって、また膝叩くわけですよ。同じことやってるんですよね。もう一回。F、C、C、F。この F のところが C のままだと、変えますよ。出ましたでしょうか。これ8ビートがリズムが弾けるという方はもうこれでシンコペーションもうできてるんですよ。すでにじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃジョンジョジョン、右手全く一緒でございますって、これが結構衝撃的でしょ。ちょっとじゃあ、やってみましょう。8ビート途中から8ビートチャに変えていきます。せーの。これがシンコペーションの、まあまあ、種やかしってわけじゃないですけど、もともとだから皆さん、ガズレレ的な8ビートとかできてる方は、もうシンコペーションできてるわけです。だからそんなに慌てなくても
いいぞということなんですけど、はい、じゃあ今のこの C と F のところ、いろんなリズムでやっていこうと思います。今度じゃあ16ビートね、今日ちょっと早送り、いろんなリズムをさーっとね、撫でていきますからね。じゃあ今度16ビートですけど、じゃあ普通に弾くと、こんな感じになると思いますね。だからこの16ビートのこのシンコペーションも、普段皆さんが練習している16ビートをと、ガズレレで言う16ビートと一緒なんですよ。じゃあガズレレで言う普通のワンブロック C の16ビートっていうと、じゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃん。1、2、3、4。1、2、3、4。また膝叩いてね、これ今度練習してくださいって動画でもいつも言ってるんですけど、ここの、じゃんじゃんじゃんじゃじょん。ここのアップの時に同じようにコードを変えるだけです。だからもうすでに16ビート基本弾ける人は、シンコペーションのリズムをもうすでに弾いていたわけです。素晴らしいですね。じゃあやってみましょう。 C と F で1、2、3、4、1、2、3、4。チャを入れましょう。膝を叩きづらいな。ちょっと早いで膝を叩けない。同じでしょ。じゃ C のワンブロックだけでもう一回確認のため、じゃんじゃかじゃかじゃチャスチャスチャチャカチャカじゃんじゃかじゃかじゃじゃん。変えますよ今度、じゃんじゃかじゃかじゃチャスチャスチャチャカチャカじゃんじゃかじゃかじゃチャスチャスチャ。ほら同じなんですよ。だから16ビート基本ができてる人はもうシンコペーションもできてるんで、まあ、の物理学というか理論上はできてるんで、コードをさっと変えるだけ、左手の問題だってことになりますよね。なんで8ビートも16ビートも基本ができてる、ガズレレでいうところの8ビート16ビートができてる人はもうシンコペーションやってましたすでに。なのであえてね表記することもないと思うんですけど、こんな感じで捉えてもらうと結構気が楽かなというふうに思います。まあまあちょっと今16ビート早かった方もいるかもしれない、ちょっとゆっくりやってみようか。せーの、これがキーポイントですね。この辺がキーポイントになると思います。はい、今の気づいていただけたと思うんですけど、このね、C と F のこのパターンの場合は、8ビートも16ビートもアップの時に F に変わる。これがキーポイントですよ。8ビートだと、じゃんじゃんじゃんアップでしょ。じゃんじゃん F でしょ。16ビートも、じゃん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  F。こんな感じです。覚えておくといいかもしれません。はい、このパターンの時はこういう感じですね。はい、じゃあどんどん一応やってみよう。次アルペジオ、ガズペジオやってみます。アルペジオはこんな風にするといいんじゃないかなということで、この伸ばしてる、この F で食い込んでるところで、食い込んでる分後ろがちょっと余る感じじゃないですか、時間が。そこをどう、まあ、処理するかっていう話なんですけど、今の基本はね、伸ばしたパターン、なんだけど、これはですね、本当に人それぞれいろいろ、あの曲によっても変えてもいいと思うんですけど、こういうパターンもありますよ。タン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 、トントンタン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 。これも全然あり。これは、なんかそのムード、その弾く方のもう心持ちで変えていいと思います。タンって伸ばしてもいいし、こう繋げていく感じでもいいし、この辺はね、もうこのシンコペーションでガーンと前に食い込んでいれば、その後はその人のこのフィーリングでいいと思います。同じようにガズペジオも伸ばすパターン、タントントンタン、これでもいいと思うし、さっきのドーンと伸ばしたところの間にちょっと音を入れてもいいと思います。せーの、タンツタン、まあ、こんな感じでね、この伸ばしてるところでこう音を入れてもいいし、ほんとフィーリングで、ご自身でちょっといろいろイメージしながらやってみるのがいいかなというふうに思います。次はですね、レトロビート、レトロビート行ってみましょう。レトロビートの基本、多分何にも表記がなかったら、矢印マークなかったら、ジャンズランジャ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 ンズランジャンジャンジャンっていう感じになるのかなと思うんですけど、シンコペーションだと、ジャンズラットストンダン、こんな感じかな。ちょっとゆっくりやってみましょう。ダンドラトンダツッとダンドラトン、前に食い込んだレフでアップで、フーホイ、
も8ビートの基本になってますからね。アップの時に F に変える。ドーンと突っ込んでくるレトロビート。はい。これはなかなか出てくる機会そんなないと思うんですけど、一応ね、やるとこういうことですということです。次はですね、レアな疾走ビート。これはですね、まあ、1個リズムの捉え方2個あると思ってて、この今のね、やつをね、どう捉えるか。1、2、3、4って捉えるときと、1、2、3、大きく捉えるときで変わると思うんですけど、弱捉えると、1、2、3、4って捉えると、このぐらいになると思うんです。ダダダドンとタとタダダトツとタとタダダトツとタ、ちょっと早めですよね。だからこれは8ビートにすごく近い。これもダダダドツとタとタダダトツとタ、大きく捉えるとどうなるかというとこうなります。まあ一応16ビートっぽいノリとノリに近くなると思うんですけど、ワンツースリーフォー、ダダダダダダトツとタカ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 ダトツとタカタカ、つぶタカつぶタトンタカつぶ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 タトンとタカつぶタ、なんですけど、ここ16ビートでやるときの、シンコペーションではちょっと面白いことあって、ちょっともう一個のパターン聞いててくださいね。同じなんだけど、出し方はね、ダカダカダカドーンツタンツクタンダカダカダカドーン、これ同じシンコペーションでリズムが食い込んでるんだけど、食い込むところがちょっと違うの分かった？最初にやったバージョンはダカダカダカダドーンとタンアップで、ダカダカダカダドーンとタン2回目はダカダカダカドーンとタン、これドーンって食い込むところがちょっと違うんですよ。最初にやったバージョンは F をアップで変えたパターン、後半やったパターンはダウンでやったんですよね。 F をアップでやるパターンを1とするとこうです。ドゥグダカドゥグダダウスダンダグダドゥグダカドゥグダダンダダンダ、まあ、これが今までの流れですね。今度はねちょっと大きい感じのシンコペーションリズムがドーンといく感じの、今度ダウンでコードを変えるパターンでやると、ドゥグダカドゥグドーンとダンとダン、ドゥグダカドゥグドーンとダンと、でもこれはですね、ちょっと表記としては同じ感じです。ちょっとするしかないかなと思うんですけど、これはですね、そのテーマ曲、課題曲の、原曲とか、まあ、ガズのね、デモ演奏を聞いて、この辺はちょっと判断してもらうというふうにしかちょっと言いようがないと思うんですけど、この16ビートのシンコペーションでは2通りあるっていうのをなんとかうっすら覚えておくといいかもしれないです。アップでシンコペーションに行くパターンと、ダウンで大きな塊としてドカーンと持っていくようなイメージの、2パターンがあると思っておくと、分かりやすくなる。今までそういうことでね、結構混乱されてる方が多かったかなというふうに思いますね。ですので、さっきの本当16ビートのシンコペーションもこのパターンが言えるわけですよ。ちょっともう一回ちょっと16ビートに戻ると、ジャンジャカジャカジャカスジャスカジャカジャカジャンジャカジャカジャカジャスジャスカジャカが1のパターンですね。じゃあ今度次のパターンはジャンジャカジャトンドスカジャカジャカジャンジャカジャツトンドスカ、これもシンコペーションっちゃシンコペーションなんですよね。だから16ビートに関してはアップでドーンと食い込むパターンとダウンで食い込むパターンがあると覚えておいてください。はい、次はルンルンビートいきます。このルンルンビートも疾走ビートと同じようにこういう細かいリズムで考えると、こんな感じになります。ドゥンドゥダンドゥンドゥダンドゥンドゥダンドゥン、ちょっとシャッフルです。ドゥンドゥダン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 ドゥン、ルンルンするからルンルンビートですから、これがシンコペーションのルンルンビートの基本。ちょっと今みたいさっきみたいな16ビートっぽく大きく取ると、ズンダンダズンダトンドダンダトンドダ、こんな風になると思いますね。さっきと同じように今度大きいイメージの、まあ、パターン2の方でやると、ズンダンダズンダトンドダンドンドダ、ズンダンダズンダトンドダンドンドダ。だから16ビートは、まあ、こっちも同じように2つのパターンが考えられる。その曲によってそのシンコペーションのアップでシンコペーションなのかダウンでシンコペーションなのか曲を聞いて、皆さんちょっとね理解してやってみるのがいいかなということでございます。そしてですね、次はですねボサノバビート行ってみようか。これボサノバビートちょっともう、まあ、基本的には難しいリズムだと思うんですけど、まずこれも8ビートっぽくやると、これはシンプル、まあ、そもそもボサノバビート自体がね、まあ結構難しめのリズムなんですけど、基本が分かってくるとこれは結構乗りやすいです。トタツと全部の弦をこうやってパーンと引っ張り上げるんです、シンコペーション。はい、これが基本になると思います。でこれね16ビートっぽいボサノバビートっていうのがあって、これはね相当ハイパーですけど一応やります。こんな感じにちょっと細かいけど、ダンダツタタパッパンダツタパンダンダツタタパッパンダツタパン、こんなイメージがある。これ相当パッパッパッ、ここが早いですけどね。これ
はい、このニュアンスちょっと難しいと思うんですけど、これもだからさ、あのシンコペーションできるのかな、こんなこと、ダンダツクトーン、ダンダツカタ、そうだね、大きくやろうと思うと、ダンダツカパーン、ダンツタパン、ダンダツカパーン、ダンツタパン、これも16ビートだと2つのキーポイント、ポイントが、シンコペーションポイントがあるということを覚えておた、覚えておいていただくといいかなと思います。で、このシンコペーション、このボサノバビートはですね、まあなかなか難易度が高いけど、まあ、あの、エイトさんの香水ではこのパターンですよね。はい。このニュアンスがちょっと出てくると思います。これも後でちょっとね、ワンフレーズ別のやつでやってみるんで、覚えておいてください。あと、レゲエビートですね。レゲエビートも一応、あ、できればできるんですよ。トゥン、タッ、トゥン、タッ、トス、トタッ、トゥン、タッ。はい。あんまりこれもないかなと思うんですけど、これも基本的に16ビートと同じノリなんで、同じように2つの、シンコペーションのポイントがあると思います。トゥン、ダン、トゥン、ダッ、トス、アップでなるパターンと、F に行くパターンで、やっぱここもね、やっぱ16ビート、レゲエビートの基本も一応16ビートだから、2つのポイントがやっぱありますね。アップで行くパターンが今のやつ。ダウンで行くちょっと大きな塊の方は、はい、じゃあどんどん行きましょう。次はね、カッティング。これカッティングってのは一応基本的なやつで、あの、リズムのいろいろところのカッティングのやつにもあるんですよ。こんな感じにしようと思います。ダッツ、ダッツ、ツッツ。はい。今のは8ビートですね。8ビートでカッティング C と F やると、ね。ダッツ、ダッツ、ツッツ。はい。こんな風になる。じゃあ16ビートはどうかというと、ダッツ、ツッツ、パッ。だいぶあの難易度が高くなってきて、リズムだけ見てくださいよ。ダッツクツクツバッとつまダッツクツクツドッ、やっぱシンコペーションしてるんです。これだとあれも、あ、そうか、これでも同じですね。16ビートのところは2つのシンコペーションになるポイントがあります。ダッツクツクドンスパスカバッ、ダッツクツクダウンでやるパターンね。今ダッツクツクドンスパスカバカッ、ダッツクツクボーってやるパターン、もう1個のアップでやる方のパターン1のパターンはダッツクツクダッツダッツ、ほんの一瞬しか違わないんですけど、曲の中でこのほんのね差がすごくこう表現を違う表現になるかなというふうに思います。はい、今のざーっと駆け足でこの超基本を解説してみたんですけど、じゃあ次基本その2、こちらのコード進行でやってみましょう。今度は FG7 はそのままやって、次の3ブロック目の C でドーンと前に食い込んでるというパターンです。これね、ゆっくりじゃあまた8ビートからやってみますよ。せーの、G7、トーン、ダウン、ダウン、ダウン、また膝ここで叩けばいいんだよね。なんか、ドゥドゥダ、ダンス、ダ、ダン、ドゥダ、F から G7、アップデート、ダン、ドゥダン。はい、これですね。これまた、同じシンコペーションなんだけど、次、C の前に、要はシンコペーションマークがあるから、ワンブロックに C が普通の1個のセットじゃないですか。ここでだいぶ雰囲気が変わる。あ、じゃあ次16ビートのやつやってみると、せーの、これも2つのポイントがありますからね。今度大きいタイプでやります。ドンズクドンズクドンズクダッドン、これやっぱおね、ちょっとしか変わんないのに、だいぶこう後半のやつの方がドーンといく感じがする。ダウンの方が塊でドーンと前に食い込んでる感じがしますよね。はい、これで、使い分けいろいろあります。このこれもワンブロックの C の食い込んだ後のこの処理ですね、難しいの。ダンダカダカダカダンダダスカダンダスカダカスカドンドンダン、なんかこんなように口で言いながらやるのがいいよ。やっぱりダンスカダカスカダンスカダカダダスカスカダカスカドンドンみたいな、こんなイメージですね。はい、どんどん行くと今度はアルペジオでやってみよう。これは簡単な。ダン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 。これまさに夜中にいきなりこんな感じですよね。これダン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 、ここでバーンつまびく1弦と4弦とか1弦と、これ3つの弦でもいいかもしれないですね。ダン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 。
はい、これもガズペジオも一緒で、タントンタントンタントンタンパーン、これもこんな感じがいいじゃないかな。タントン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 タタ、ここだけアルペジオと混ぜちゃうとかね、タントンタントンタントンタ、ここからアルペジオに変わるとか、もう臨機応変にこの辺は楽しんでいただきたい。これコード進行がさっきと変わるだけで結構同じシンコペーションでもだいぶこう気配が変わりますよね。はい、どんどんいきますよ。次レトロビート、これはね、多分ね、あんまりこれ最初の1回しかレトロビートをね、変化をちょっとつけられない。こんな感じ。えいのもう後半は普通の8ビートですね。ここでシンコペーション。ここはもう8ビート。どんどんランダン、どんどんツッタンだ。ここはもう8ビート。こんな感じの、ニュアンスがいいかなというふうに思います。次、疾走ビートきた。じゃあ、ちっちゃいちっちゃいスパンのやつでやると、ちょっと大きい16ビートのスパンで考えたとき、まずパターン1から、ね、これも疾走感あるだし、さすが疾走ビート。今度は大きいパターン、パターン2のやつでやると、これもまたドーンと大きいイメージのやっぱり変わる。やっぱりこの2つのシンコペーションのポイントの違いは結構ね、実際演奏してみると結構感じられます。ルンルンビートも同じように、まずちっちゃく見る場だったと、ズンドダンダズンドダンダン、これも軽やかに、ズンドダンダダ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 ダ、はい、これは気持ちがいいやつですね。じゃあ今度大きいスパン16ビートっぽい感じでやると、まずは最初の1パターン1のあのアップで変わるやつ、はい、じゃあ次は大きいパターン、パターン2の方でやってみます。せーの、はい、ほい、相当ドーンといく感じがする。ダウンでいく方がやっぱりそういう感じになります。じゃあボサノバビート、これこそまさにエイトさんの香水です。いきます。トンダツタトンダツタンダツタ、まさにね、カリンいきなりさですよね。で、エイトさんの場合は伸ばした C の後がアルペジオになる、ねえねえ夜中にいきなりさ、こういう風にミクスチャーされる、こういうのも全然ありですからね。伸ばした後にどういう風に弾いていくかっていうのも一個表現ですんで、今みたいにアルペジオでやってもいいし、ボサノバビート続けてもいいし、8ビートでもいいと思いますよ。もういろんな伸ばした後は結構自由度が高いと覚えておくと、いいんではないかなというふうに思います。はい、じゃあボサノバビートの16ビートっぽい感じ。ワン、ツー、スリー、ゴー。難しいな、これ。これがまあ、アップで変わる方の今のリズムで、ダウンで変わる、でっかい方でやると、ダウンダツケトン、ダウンダツケトン、ダウンツカツ。こっちの方がボサノバビートだったら、このダウンでパターン2の方、ダウンでこう大きくドーンと変わる方が効果あるかな。まあどっちにしろこのボサノバビートはちょっと難しいんで、まあ一応参考資料としてね、では今アップロードしておきます。じゃあレゲエビートも同じですね、これね。ワン、ツー、スリー、フォー、今のが1のパターン、2のパターンは、ツンタクツクタカツンタカツクトーンタカツクタカツパンツパンパンツポーンタカツクタ、はい、こっちも、イメージが一緒のように違いますと。はい、じゃあカッティング、いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、こんな感じが、8ビートのシンコペーションの方がまあ基本シンプルですよね。まあ1個しかね、シンコペーションのポイントがないんでね。タカツクタ、はい、じゃあ16ビートの、やつでやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー。
そうだね。ダンツクトコトコダンツクトコトダンアップね。ダンツクタカトコダンツクタカトダスクスクタカツク。はい、これが1のパターン。じゃあ2のパターンでやると、ダンツクタカツクダンツクトコダンダンスクスクスクダンダン。はい、こんな感じかな。このカッティングまた C ダートのこっちのカッティングをね、結構自由度が高いと思います。はい、これですね、今日は濃厚だった。はい、今のはね、基本1と基本2のパターンでやってみたんですけど、ちょっとじゃあ最後集大成としてこのビートでやってみましょう。これはね、シンコペーションが入ったり入ってなかったりするリズム、このミクスチャー、これよくね、矢印のところを参考にしてもらって、まず8ビートでやってみようかな。どんどんいきます。1,2,3,4。このぐらいこのシンコペーション入る入らないを見極めながらね、気持ちよくできるようになると、リズムがまたいでる時にリズムがあれどこ行っちゃったってなるでしょ。この矢印がいっぱい連なってると、今自分がどこに行ったんだっけってなるやつですからね。はい、じゃあ次16ビートでこのフレーズをやってみよう。1,2,3,4。はい、今の1のパターンですね。じゃあ一応参考までに2のパターンもやってみよう。16ビートでダンスカツパンダンカタカタカパンダスクドンドンダンダスクドンドンダスクドンドンダスクドンドンダスク。はい、こっちの方もドンドンとでっかくイメージが変わる感じ。いや、今日はだから皆さん学びがありますね。16ビートでは2つのシンコペーションになるポイントがある。ここでだいぶ表現力が違う。じゃあどこで見分けるかというと、やっぱ聞いて判断してもらうのがいいですね。原曲を聴いて、ガズさんのデモ演奏を聴いて判断していくしかないかなというふうに思われますね。で、あとはじゃあちょっとなんかちょっと端折って、そうだな、疾走ビートでこのリズムやってみましょうか。1,2,3,4。はい、今のはこう大きく捉えたパターン。じゃあちっちゃいパターンでいくわ。これもありですよ。今超早かったけどね。はい、今の疾走ビートの、短いスパンで捉えたやつという感じですね。奥が深いな。じゃあちょっとボサノバビートでやってみましょう。せーの。いいですね。こんな感じ。じゃあ最後にカッティングの8ビートでやってみます。ダッツ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 。山盛りアルペジオでもやっとこうかな。せーの。いいですね、これもまた。おしゃれだな。はい、アルペジオでもシンコペーションでやるとこうちょっとね、まあ、色気が出るかなというふうに思います。はい、こんな感じでざーっとですけど、どのリズムでもこのシンコペーションがまず、できるよということと、まあまあ気持ちがいいですよ。リズムがこうまたぐっていうんでしょうかね、ブロックをまたぐ、そのまたぐなんかその端に端掛けみたいな、まあそんなイメージがあるんですけどね、私は。こう食い込んでくるっていうのがもう結構リズムの中ではかっこいいじゃんってなるやつなんですよ。で、まあまあ、あの16ビート、2つのシンコペーションのポイントがある。大きくドーンと行きたいときはもうダウンで、こう、普通の流れに乗りたいときはアップみたいなイメージなのかなと思いますけど、皆さんの今取り組んでる曲とか、自分が表現したいリズムはどこかってことを探して、まあそれをこう弾いてみるというのがいいと思います。基本はやっぱり前にグーンと食い込んだ分、こっちに余りが出るんです、ペースね。ドーンと食い込んできたらこう伸びるでしょ。その時のこの、感覚が速くならないように余裕を持ってやるということで。で、ここで、8ビートとか16ビートできれば、膝を、やっぱり入れるとリズム安定するよ。シンコペーションが繋がると結構、ね、やっぱ速くなっちゃうんですよ。ちょっと膝を入れて、8ビートでダメ押しで最後にもう一回やります。せーの。ダンダタンタタン、ダンダタンタタン。
ところでグッグッとこうリズムをこう踏みしめて、エンジンブレーキみたいにして、リズムが走れないようにリズムにこうしっかり乗っていくというイメージがいいと思います。結構今日は山盛りのレッスン動画になったんじゃないかなと思います。シンコペーションできると気持ちがいいんですよ。で、つまりやっぱり体はね、4つでずっとこうリズムをキープしとかないとね、どんどんなんかリズムよれちゃいますからね。これがポイント。だから体はこう4つに、こうやって、ずっと体はね、こうやって4つで揺すっとかなきゃまずいですよ。その時に、で、気持ちよく揺すっちゃうとですね、リズムが乱れがちですから。まあもちろん完全にマスターしたらですね、もうローリングストーンズのキース・リチャーズみたいな、ツッチャーンってこういう動きもかっこいいんですけど、あれは本当に心の中、芯からリズムが取れてるからあれでもね、全然あれですけど、まあまあこれから練習する人はひとまず体は4つをこうずっとキープしてやるのがおすすめでございます。さあ今日は濃厚レッスン動画になりました。まずこれね、じっくりね、それぞれのリズムを深めていくのがいいと思う。まあでも8ビートの16ビートの基本はね、シンコペーションよく出てくるので、そういうことだったのかという感じで、じっくりこうゆっくり時間をかけて自分の中に落とし込むように練習していきましょう。やっぱリズムがね、一番難しいけど面白い、もう大トロ部分ですので、この楽器をやる上でね、皆さんゆったりと取り組んでいってください。ありがとうございます。さあ皆さん、ウクレレの楽しさ周りの方にお伝えくださいね。ウクレレ楽しいよという感じでね、はい、すごく簡単にできるし、今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルもぜひ、ご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。そしていつもガズが使ってるこのガズのわがままウクレレですけど、今ね予約注文、受け付けております。皆さん興味ある方、ガズレレ公式ホームページの方からちょっと行ってみてください。そして現在すで、にオーダーしてくださって入荷お待ちしてくださってる方、皆さんお待たせしております。今ベトナムで毎日毎日モジャ君はじめベトナムスタッフ一丸となって愛を込めて作っておりますので、もう少々お待ちくださいませ。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですが、ガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、まあ、書いてありますんで、ね、大体ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杖さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、まあ私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもん入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納するともうね、まあオールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないっていうのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くのあの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう。音楽聴くよりやる方が楽しい。ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。